さて、先輩に離れを貸したのはいいけれど、あや姉のことはどうすれば。あや姉は先輩が好き。しかしその圧倒的な天然力で未だ先輩の結婚に気づいていない。ねえねえあや姉。なに、かなめちゃん。好きな人と一緒に生活するのってどんな気持ち？我が姉ながら、これだけダダ漏れで隠せていると思っているのがすごい。あやさん、今回部屋を貸してくれてありがとう。いやいや、こちらこそ、でも大変だったね、火事なんて。いや、びっくりしたよ。でも僕ら以外にも怪我人がいなくてよかったよ。ナサ君にも怪我がなくてよかったわ。好きな人の左手の薬指に指輪があって、なんで気づかないの？つうかさ、気づくよね。なんなの、天然ってそんなにスルースキルが高いの？そういえば、奈良のご両親に会いに行ってたんだって。うん、親がどうしても司ちゃんを紹介しろって言うから。親に紹介。ナサ君と司ちゃんは名字が妹とかじゃなかったの？司ちゃんと仲良しで、両親に紹介すべき名字が同じ女の子は。おお、これで気づくか。親孝行って大事よね。うん、まあ確かに親孝行かな。うんうん、親孝行って大事。怖い、我が姉ながらこの天然はホラーの領域だわ。司ちゃんと話したわよ。あ、お母さん、司ちゃんいい子でしょ。ええ、さすがナサ君のお嫁さんになるだけの子ね。お嫁さん？そりゃそうでしょ。だって二人は結婚してるんだから。結婚してるんだから。ナサ君が結婚？なんで？いつ？いやいや、なんでアヤが知らないのよ。あなたナサ君のこと好きだったんじゃないの？うちの天然と無神経が。いいえ、私の初恋があっという間に終わりました。初めて彼を知ったのは10歳の時。クラスの誰もわからないような難しい問題をスラスラ解いていった。なんて頭のいい人なんだろう、そう思ったのを覚えている。そして、はいはい、そんな回想もういいから。なんだかんだであやちゃんは失恋しました。なので髪を切るなり海外留学するなりして、自分でサクッとその傷を癒してください。なお、渡航費用は自分で出してね。雑！私の失恋の扱いが雑！そんなスピードでこの傷は癒せない。こっちは若い女に旦那を寝取られた挙句駆け落ちまでされてんのよ。初恋が実らなかったぐらいで何よ。そんなヘビー級なのと比べないで。それと比べたら私の悲しみが羽毛くらいに軽くなるから。なんかもう、すみませんね先輩、ガサツなやつしかいなくて。いや、こちらこそごめん。なんというか、その、気づいてなくて。先輩がそんな顔する必要ないっす。言葉にしなくても伝わるなんて、思っている方が間違ってるっす。未来を変える勇気がなかった。だから負けた。ただそれだけの話っす。そうでしょ、あやね。そうだ、これは全て自分の勇気のなさが招いた結果。このまま泣いて終わっていいの？いや、よくない。このまま悲しむだけで終わったら、私の初恋は本当に無意味になってしまう。そうよアヤ、負けた時こそ胸を張れ。ナサ君、結婚おめでとう。お嫁さんを話しちゃダメだぞ。ありがとう。かなめちゃん、私決めた。私今度こそ勇気を出してゲーム実況系 YouTuber あやひとして動画デビューする。それはちょっと。なんで。こうして私の初恋は終わりました。